コロナウイルスの影響により、世界的にモータースポーツは中止または延期を余儀なくされている。そんな中、ヒュンダイはエラントラをベースとする新レーサーの極秘開発を進めていた。プロトタイプをカメラが初めて捉えた。エラントラは1990年に初代が誕生、1995年に2代目、2000年に3代目と比較的短いサイクルでフルモデルチェンジを繰り返し、2006年には同社初であり韓国初のハイブリッドモデルが4代目に設定された。現行型は2020年に誕生したばかりだ。レースにこだわるヒュンダイは i30NTCR を開発。2018年の WTCR 世界ツーリングカップでチャンピオンマシンとなるなど活躍を見せている。また2019年にはベロスターをベースとしたベロスター NTCR を発表。 i30NTCR と 85% のコンポーネントを共有し、 2.0 リットル直列4気筒直噴ターボエンジンを搭載。最高出力350ピコセカンドを発揮する。現在開発が進められているエラントラをベースとしたプロトタイプは、透明ながらフロントに大型のエアインテーク、バンパーにカナード、ボンネットにエアーバルジを装備していることがわかる。前後フェンダーは大きく張り出し、大型の固定リアウィングも確認できる。たびたび日本史上再参入の噂が浮上するヒュンダイだが、モータースポーツでの活躍も目が離せない。新型車を最速スクープ、スパイダー7をチェック。